はい、さあ皆さんお元気ですか？青木です。コンジュリングハウス続きやっていこうと思います。僕がかりで、ちょっといろいろ、元の絵座の鍵見つけたし、角も1個見つけて、で、クローゼットの鍵も見つけて、クローゼットの鍵で開けて、そこに角があったんですね。で、元の絵座の鍵取ったところで、感じかね。開けに行きましょう。とめつさ、こっち帰るか。ご覧とか、おバッテリーちょうど。部屋があるぞ。この台車をして開くまでかな。で、この台車か。ああ。なんもない。お、守りがある。これだけ。あとこっち取るのかな。取れない。え、これだけ。こっち向けるな。で、これをこっちに下げる。で、こっちから行く。OK。なんかはめるやつがある。メダリオン。これ探す気多いな。しかも大量に一つの仕掛けに。開けた。ここは、ああっちの方か。の方かと思ったら全然違う。思ってたのと違う。
1は開けた。ああ、はい。ここに出るんか。今度は分かってます。今度は知ったからじゃないです。こっち戻って、あと2つぐらい乙女座の鍵開けるところがあったはずだけど。どこだったっけ。こっちから行ったんだよね、うん、あとどこだったかな。探して回ってみよう。なんだっけ、山羊座か。山羊座だ。山羊座。あっちも、あ、謎の鍵がいつだったんだよね。謎の鍵ってなんぞや。ここじゃないのか、まあ、こんなに痛かったあのところで あったような。乙女座の鍵使うところが気も行けない。え、どっちから来たんだっけ。こっちから来たんだ。あ、こっちか。 OK。 そう、鍵ボッカホーボックス、やっとボックスを開くぜ。とことを見つけた。ここはあっちの地下か。角を使うところ。今じゃいけない。あと一つあったと思うんだけど、乙女座の鍵使うところ、どこだったかの。あ、嘘でしょ。こんな時に。やばいな。下から来るかな、それ。無理だ。あ、落ちる。あ、落ちた。あいつ絶対先回りしまくってんな。絶対あっちにもいるな。はいはいはい。大丈夫だ。あー、やっぱいる。やっぱいる。やっぱいる。これ卑怯じゃね。セーブポイントにいるって。あっちが安全、唯一安全なよ。だー、またどこ行くか。何かイベント起こした。セーブだな。しゃがんで。あ、こっちと、あの、
階段があるところとだよね。まだか。そういうのもなかったっけ。こっちも開けるか。バッテリー。バッテリーってか、まあ電池か。どうしようかな。多分出てくるんだよね、この中にいても。だからなんか時間、ランダム時間で出現するのか、どう、なんか一定距離歩いたら出現するのか。うん、こう、前ずっとこっちに立ってたら、あいつが外で鳴き声上げて現れたんで、主人公生きれば、生きながら歩くわってから、何と思ったら、あいつが出てきよった。ちょっとセーブもしたよね。とりあえず行くか。やられても大丈夫。どこだったかな。あと一つ上行ってみるか。引っかかるんだな。どこでした。こっちは何だったっけ。一応鍵使うところだよね。こっちだったかな。こっちだ。ここが山羊座の鍵だね。 OK、 これで全部だぞ。乙女座。お、デフシャーが間に合ってなかった。開けた。ここはどっかに繋がってるのか。ああ、あの子供部屋があるところか。
なんか入ったあそこに入った影で見えたけど、おあやだやだやだあれチャガマンとかよし6個目あれ2つ減ろうって言われ4個だったのが気のせいかまさか5個以上持てないっていうことはないよねまさかねあそこ調べるのか今誰もいないというオチだっけと思うけどはいで何おバールよしあれあれあれ今取ったよね2個あるってことないよねまさか2個取ったもう一回まあ使い捨てじゃないよねもしかして2個取ったって絶対いるでしょ帰りちょっと追われた時のために一本道だなこっち通れないしこっちも通れないしとりあえずバール使いたいバール2階だよねここが水がめだセーブしたい。ああ、ぐるっと回ってきた。あっ。こう急に来るの。くそう、これ退治するか。違う。バールを使う。ん？ちょっと、ん？今なんか、どこですか？おお、お人形さんがたくさんありまして。ベリーもありまして、こう一応ああ明るいところって思うとき、ああ何ないない、ない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 、おふ、あこれ光当てないといけない感じだね、オッケー、前と同じだね。ネズミかどこに よしどこに行けばなんかあるのかな木箱を壊せないようにちょっとリロードしとこうあー白ですか
よし、こいつは全員倒すのかな。電池もあるから電池も拾っとこう。なんかダディって言ってやろお、早いあれあっちにもあるけど、あれ取れない。てか電池しかないのか。じゃあぐるっと回って、多分あいつらが出てくるから倒して、あれ、そうでしょ、いくか。なんで途中聞かなかった、なんで途中聞かなかったんですか。結構遠目でも食らってたのに、今度近場でも聞かなかった。柱が邪魔だったかな。もう近場でセーブしててよかった。なんでいきなり出るの。もう使うかなと思ったけど近いからいいやと。ランダムか。さっきは出なかったしな。セーブして2時間だよ。そうか、どこ。結構遠いな。当たってるよ。なんか周りになんか白いやつがあって、それが小さくなっていくんで、そこ全部小さくなったら破壊される。わーっと近いな死んでるし待って、こんな近くじゃ無理だよ。一応倒したっぽいけど、同時に死んみたいな感じだった。また出てくるのかな。今度出てこない、出てきた位置がちょっと変わっただけ。でこれでセーブすれば、オッケーかな。ああまだいるねまだ減るね。あっちの下を調べて終わりたいな。いい感じかな。動かせるでしょ。よし、
そんなに高い。あ、じゃあちょっと高いな。真ん中歩いて。動き出す順番は決まってんのかな。どこどこどこ、はいはい。ダディ。真ん中に当てないと。ポインターがたまに出るときと出ないときがあるから。ポインターがあれば真ん中って分かりやすいから。よっしゃ。ダディって言ってるんだ。こいつも動き出すはず。こいつは動き出さない。こういう系だな。こういう系が動き出すはず。真ん中。遠いのかな？遠いのか？で、リロードして。多分時間で動き出すのかな。こっちか。あれ。ここ。一ってかもう判定が分かんない。これか。全員倒したらなんか出るでしょ。あれか。これか。ちょっと。あ、近い。お父さんじゃない俺は。近寄るんじゃねえ。あっと、こんな近い。ダメでしょ、こんな近いのは。これダメでしょ。見えてなかった。人形がないとかもういとこしかないな。多分時間で動き出すはずだから。人形がないところでちょっと置いといて。人形がないところってどこだ。あと見やすいところだ。あれを動き出すか。ポイントが出たな。何？なんかポイントてかなんか出よったよ。真ん中。あ、これか。これのことか。リロードして。よしよしよし。こいつは動き出すから、これも動き出すのかな。あった。結構時間かかった。何この時間のかかり方。あっちにもあるな。ここら辺がいいのかな。このとこあったっけ。あれ、どこだ。あっちか。
こっちから来そうだな。こっちじゃない。こっちか、来ないかい。さっきこっちにいてからやられたんだっけ。あ、どこだ、どこだ。あ、なんであっちから。どこだ。違う、なんか多くね、多くね。あっちもあるか。早いな、早いやつは早いな。これ無限？もしかして無限っぽい感じだな。ループしてる感じ。もしかしてなんか咲かせないとか。その隅の方から出てくるか。なんで、なんで、なんで。ここ当たり判定が本当なのかな。が出てる。無限だな。一旦退避できる。なんで、なんで。追ってくのかな。さすがに追ってこないか。あれ無限だな。セーブしすぎて。何があるって言うんだ、あっちに。ダディダディしか言わないし。みんななんかヒント的なものあるか。履こうと思ったらなんか違うな。走るか。来た。
何ポーチ、何を探せばいいの、なんか出入り口あんのかな。床とか天井とかちょっとチェックしながら、倒しながら、何なんですか。出るくん早くね。一回画面から外さないといけないのかな。ずっと見てたじゃなくて、近寄ってきたらちょっと外して当てると。あ、ぽいね。買ってなかった。違うか。何すればいいの。早いやつだ。絶対なんかあるよね。こんな敵が出てくるだけのところじゃねえよ。こうしたところに何か出てくるとか、そんなわけじゃない。でもなんか点抜け道があると思うんだけど、早くね。早く、おお、やられてるな。もう何こっち。もう今回ここまでしとこうかな。うん。なんか分かり次第、スタートします。うん。ホズミコッシュありがとうございました。また見てください。じゃあ、やった。